帝を包帯し天下に号令する力を持った曹操だが、彼の居場所は未だ戦中にあった。華北に強大な力を築きつつある名族袁紹、連国の玉璽を手に入れ自ら帝を称した袁術、圧倒的な力を持つ二人が曹操の隙を虎視眈々と狙う。さらに帝という宝玉に群がる狼たちも数知れなかった。そして今曹操は激戦の最中にいる。相手は縁の地に立った長州。戦いは悪雷天衣の活躍もあり曹操軍が優位に進めていた。下手に出てくださいよ。この度は降伏を受け入れていただき、曹操殿には大変感謝しております。ささやかな宴ですが、護衛の方もどうぞ。これが長州の答えか。簡単に降伏するとは思えなかったがな。なんてたくましい方。あら、やだ私ったら。あんたが曹操殿の護衛ね。これはまたえらく迫力のある御仁だ。怖い顔だ。俺の褒め言葉がお気に召さなかったかな。うちの兵はこれしかいねえのか。申し訳ございません。兵士の方々にはご遠慮いただいております。本来なら皆様をお招きするべきですが、何分戦の後で物資が足りないのです。そりゃ大変なこった。なんならわしも外で待ってるぞ。各様からの合図だ。曹操の兵を残らず撃ち取れ。走
を拾ってた。早く死ねと逃げられなくなっちまう。飛べ！
奴を逃がすな。せねばなら、アクライと共に敵将を打ち払え。長年蓄えた知恵を終わりでいたせ。父上の活路は私が切り開きましょう。この命を通して、カコウトンがの異変に気づいていよう。城外に出ねば合流は難しかろう。生きていれば挽回の機は取る。いっちゃあがりだぜ。先は危険です。私が道を開きますゆえ、お待ちくだされ。アクライ、父神と共に道を開け。我が知恵に勝とうなど肩払いたいわ。逃げ切れるなどと思うなよ。殿、もうすぐ